お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2020の開封動画5回目でございます。なんとこれね5回もやっております。でこちらがねワンボックス6パック入り、ワンボックス20パック入りございますので、10パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思いますが、今までのように選手の名前はあえてね伏せておきます。キラーカードとかレアカード、直筆サインカードとかユニフォームカードのみね説明しますので、よろしくお願いします。まずは前編の10パックやっていきたいと思います。まずは5回目の前編10パックやっていきたいと思います。ではやりたいと思います。前もねさっきお伝えした通り、今回ノーマルカードでは説明はいたしません。レアカード、キラカード、テキストサインカード、ユニフォームカードのみ説明しますので、よろしくお願いいたします。まずは1袋目でございます。で宮西直樹選手のレアカードでございます。はい、続いてね2袋目でございます。失礼しました。で現在はねジャイアンツに対して来ている中田翔内野手のカードでございます。3袋目でございます。すいません、今ハタミがね落とした音でございます。でこちらねマスコットでございます。マスコットでございまして、当時ですね小笠原道博ヘッド兼打撃コーチのカードでございます。はい、4袋目でございます。で有原康平投手のこれカードでございます。でこちらね秋吉陽投手のカードでございます。はい、5袋目でございます。現在はね横浜 DeNA に在籍している太田大志外野手のカードでございます。6袋目でございます。キープレイヤーですね、
石井和也内野手のカードでございます。7袋目でございます。でこれは近藤健介外野手、現在はソフトバンクホークスに在籍しています。カードでございます。8袋目でございます。で有原康平投手のカードでございます。で直筆サインカードでございまして、田中瑛斗投手の直筆サインカードでございます。でこちらがですね、90分の19となっております。現在はね、在籍しておりませんが、ね、直筆サインカードでございます。9袋目でございます。でキープレイヤーの中島拓也内野手のカードでございます。で現在は読売ジャイアンツに在籍している中田翔外野手のカードでございます。で前編のラストの10袋目でございます。でニューカーマンですよね、川野隆成投手のカードでございます。はい、以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2020開封動画5回目の前編を終わりたいと思います。直筆サインカードね、1枚出ましたけど、ひょっとしたらね、もう1枚出るかもしれません。後編の方も10パックやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。